こんにちは。秋もそろそろ深まってまいりました。もうすぐお月見の時期でもありますね。それでは今日は、クッキング動画が続いてるんですけども、今日はスピンオフっていう感じで一つ動画を上げてみたいと思います。先日新しくちょっとメニューを開発いたしまして、こちらのお茶を使ったちょっとしたドリンクを作ってみたいと思います。用意するのは先ほどご紹介したほうじ茶のティーパック、ティーパックでしたらどこでも売ってるかと思うので、こういうタイプが使いやすいと思います。ちょっと白飛びしてますね。こちらとあとこちらきな粉です。きな粉も普通のスーパーに売ってるかと思います。で、あと一つ、これがあると、すごい、華やかになるんですけども、生クリームです。生クリームにあらかじめ少しお砂糖混ぜておくといいと思います。あとはこちらの沸騰したお湯を使います。はい。あとこちらだとティーカップをちょっと用意したんですけども、こちらと自分で、陶磁器のティーカップの操作と、カップをちょっとデコパージュしてちょっとアレンジしてるんですけども、こちらのカップにこちらのティーパックを入れてみます。で、そしてこちらをちょっと動かしますね。で、6、7分目ぐらいまで注ぎます。お好みで飲む量を調整してください。で、こちらのティーパックでちょっと少し蒸らします。はい、大体蒸らしたらこんな感じの色合いになるかと思います。で、こちらに生クリームを入れてみます。自分専用で入れるので、加減しながら入れてください。お砂糖控えめにされたい場合はお砂糖をちょっと少し少なめにしておくといいと思います。入れた感じがこんな感じになりました。ちょっと少ないですけども、ちょっと控えめに入れました。砂糖は控えめです。で、こちらの先ほどのきな粉を入れていきます。これはもうお好みでいいと思います。で、出来上がったのが今回こちらを作りました、ほうじ茶ラテ、きな粉トッピング分けです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。またよろしければチャンネル登録などいただけると最新の動画がもし上がった時にすぐに見やすく楽しく見ていただけるんじゃないかなと思います。それではまた次の動画でいつかお会いしましょう。